はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリビーチです。では今回はパワープロ2010栄冠内脳筋縛りプレイ続けやっていきたいと思います。投手は球速アップ、野手はパワーアップのみの練習でね、甲子園を目指そうというところになります。で、今回はね、夏の甲子園大会の予選、ここから始めさせていただきたいと思っています。で、前回はですね、春の、甲子園大会に戦ったんですけども、継投が、遅れてしまったということもあってですね、最後投手が打ち込まれて敗戦したという、反省を生かしてですね、この甲子園大会予選、そして本大会に向けてはですね、できるだけ早く継投で、入れていくというのを考えていきたいと思います。早速予選の1回戦目始めていますが、初戦は我孫子高校、総合戦力いいですね。今回の張り切りボーイは天才小島くん。この小島くんがね、能力を開花してくれれば脳筋縛りでの初の甲子園大会制覇、全国制覇も可能かなと思っているので、頑張ってもらいたいなというふうに思います。これで小島くんが最後決めてくれました。続いて2回戦目入っていきます。では2回戦目になります。少しオーダーを組み替えました。まず2番に栗原、栗原は内気な選手なので魔物を、発動してくれる可能性があると。で、魔物を発動してくれた場合にはですね、その後クリーンアップ3番4番5番が並ぶというオーダーに組み替えています。これはいきなりホームランですね。先頭打者ホームラン、どの打順からでも攻撃的な野球ができるというね、そういうチームに仕上がっています。もちろん全員ね、パワーを極端に上げたチームになってますので、7番8番以外は全員パワー S で、ほとんどの選手がもうパワー完走しているという状態ですね。これで小島くんが当たってきたかなというところですね。2試合連続スリーランホームランです。2回戦目も無難に来てますね。で、最終回に関してはですね、天聖プロ1年生の元オリックス平野を系統で入れています。ちょっとでもね、先発笹島の負担をね、減らしてあげたいなというところの系統になります。では3回戦目ですね。総合戦力 D 香取高校との試合です。今回の張り切りボーイは木村くんですね。いきなり2点先制でをしてくれています。ランナーがいなかったのに2点入ってるっていうことから、誰かがね、ホームランで打ってくれたのかなというふうに思いますね。これはいい当たりだ、入っていく。打線がね、当たっているときは安心して試合見ていられるかなというところですかね。逆に相手の投手が強くて点が入らないと、我々のチーム決して守り勝てるチームではないので心配になってくるんですけど、点が入っているうちはね、ある程度余裕を持って見ていられるというところです。ではまた将来のエース候補平野君にですね、9回の裏を任せたいと思います。この試合もね、打撃陣がすごく打ってくれたので、最終回に点差に余裕を持った状態で継投ができるというのは安心できますね。甲子園大会春夏ともにね、常連になってきてはいるものの、夏の全国制覇以来、甲子園優勝からだいぶ遠ざかってますので、今回は天才小島、そして天聖プロ、これもね、もう天才的な打撃センスを持っている内川、この2人がいる、この時になんとか甲子園のね、全国制覇をもう一度成し遂げたいと思います。
では4回戦目、総合戦力 D 千葉県の柏第一高校との試合になります。まあ、才能開花いきなり使っちゃいましょう。今回の張り切りボーイはね、天才小島です。さあこれは小島の当たりは入っていく、ツーランホームランですね。相手は1年生の進藤くんが先発してますね。これ系統とかではなくても先発が1年生の進藤ですね。まあ、相当能力的には高いんだろうな。気になるので見ましょうか。進藤140キロ、まあ、これといった選手ではないように見えますが、控えの投手も微妙だな。木部君が、まあ、スライダ あと高速進化持ってますね。これは打撃チームの我々からすると一気にね蹴りをつけたいなと、まあ、そういう投手ですね。さあそういう話をしてるとこれでツーランホームラン。深津君はね結構一発打ってくれるイメージあるんですよね。さあ小島君のタイムリーでコールド勝ちになります。はい、では準決勝ですね。勝浦学園高校総合戦力 C との戦いです。丸っていうのがいたな。天聖プロの丸じゃないかどうかだけ確認しておきましょうか。普通の丸ですね。まあ、普通の丸っていうのもあれですけど、で今回の張り切るボーイは魔物持ちの栗原くんですね。まあ、魔物は温存して、危ない場面が来ればね使っていこうかなと思います。これは抜けていくか、抜けていく。では、まあ、禁じ手ではありますが魔物を使って試合を決めに行きましょう。さあこれは小島くんのスリーランホームラン。小島くんは完全に覚醒しましたね。最後は3年生の古川くんが締めて9対1コールド勝ちです。決勝戦に駒を進めましょう。はい、決勝戦は銚子実業高校総合戦力 C ですね。ここまで A とか B とかっていうチームと当たってこないで済んだのはラッキーだったな。まあ、とはいえこの銚子実業高校に関しては、まあ、残念ながら、先制点をね許しているという状態です。で今回の張り切りボーイはねご覧の吉岡くんです。打率4割3分6厘ホームラン4本。点差はね、まあ、3点4点ぐらいは取っておきたいなというふうには思うんですが、ここピンチになってますね。早めに、励ますを使って確実に切っておきましょう。ただこれはタイムリーヒットになるな。一塁ランナーに帰ってこられると厳しい。大丈夫だね。ここは確実に切っていきましょう。相手の若井くんのデータを分析します。若井くんはミートが高いですね。特に特能はついていないので、まあ、真っ向勝負で大丈夫かなと思います。低め中心でいきましょう。長打が怖いですからね。ここはね OK だ。さあノーアウトランナー2塁で、すいません魔物を使わせてください。まあ、ちょっとね余裕が出てくる展開になればいいかなと思います。それにしても韓国とのね徴用工の問題、まあいろいろとそれぞれの立場はあると思うんですけど、日本側のねまあ立場というかメッセージというか意思みたいなものはしっかり伝わってるんですかね。まあ例えば大使をまあ召喚する、まあ、韓国から撤退させるとかっていう、まあ、オプションを使った場合とかって大した痛手にならないんじゃないかなと思うんですよね。であればなんかもうちょっとねお互いに実害が出るような、まあ、それこそ相手が実弾を撃ってくるようなものなんで、こちらもね実弾をこうどんどん撃っていくっていうような、まあ、そういう、まあ、戦い方というかやり方があってもまあ、いいんじゃないのかなーなんて思ってしまうんですけどね。内川のところで魔物をまた使っちゃいましたけど持ってなかったな。
ここはもう2点3点と取っとかないと心配ですからね。では最終回ですね。3年生古川くんを投入します。ここは守備を盛り上げて、守備の乱れから失点するっていうのをね、なしにしましょう。まずはワンアウト。もう名門中の名門っていう高校に今やね、なりつつありますけど、まあ、油断をしてるとね、甲子園大会の連続出場記録が止まってしまうので、まあ、今ワンアウトランナー二塁と、一発出れば同点、まあ、そういう場面になってますんで、ここは切っていきましょう。これは抜けていく。これでワンアウトランナー三塁一塁。長打が出れば同点。ホームランで逆転を許すっていう場面で、ここからクリーンナップですね。追い込んでからゲッツーが取れるぞ。ゲッツーアメリカ。まあ、守備の乱れが出てしまいましたね。守備の乱れを防ぎましょうと言って、盛り上げるを使ったんですけど、まあここはしょうがないですね。最後もヒヤッとしましたが、これで甲子園大会出場決定です。では次回はですね、甲子園大会本戦からプレーの方をしていきたいと思います。